4月30日、小学5年生の算数の授業を始めます。初めにですね、宿題が32ページの大きい1番、2番、3番でしたね。それの答え合わせからね、いきたいと思いますので、テキストとノートを開いてくださいね。はい。用意はいいでしょうか。で、まあ、小学5年生の皆さんは宿題もみんなね、よくやってくれていて、動画もよく見てくれているようですね。この間も、動画じゃなかったね、ごめんなさい、宿題で分かりにくかったところをね、電話で質問してくれた人がいましたが、あんな感じで分からないことがあったらね、宿題でもいいし、動画のね、授業の内容でもいいですから、分からないことがあったら遠慮せずに電話をしたり、まあ、塾にね来てもらってもいいですし、はい、解決をしていってください。はい、では32ページね、1番から答えを言ってみましょう。ではまず32ページの 1番。はい、1は4.14ね。はい、2は13.944。3番が86.4となっていればいいですね。はい、できたかな。では大きい2番に行きまして、1番が25.55。2番が150.48。3番が148.995。4番が47.067。5番がですね、9.2868。はい、6番ちょっとやってみましょうね。この間、0があるやつは繰り上がりがなくなるから気をつけましょうって言ったやつね。6番はこんなふうになります。まず5、9、4、15ね。普通4繰り上がるけど5、0が0だからね。0足す4は4のまま。で、5、7、3、15と。次もね、3、ここから書きますね。3、9、27、そのままですね。で、次、3、7、21。はい、次も、今度ここね。その数がある真下から書いてきますよね。5、9、4、15。はい、繰り上がりありませんね。で、5、7、3、15。なればいいので、5、11、13、9、7、3。ということで、1、2、3、4。1、2、3、4。37.931もね、なってればいい。合ってるかな。では次で7番。7番は52.7681。ちょっとこっちが切れたりするが大丈夫かな。大丈夫ですね。はい。あと、8番が、291.4。9番が1128。はい。合ってましたよね。間違ってたら、まず問題を正しく書き写しているよね。それをまず見てください。よく書き間違えている人がいてね。そうすると合うわけないですからね。問題を正しく書き間違え
書いていたら、途中の繰り上がりのところね、間違ってないか。大体繰り上がりで間違ってる人が多いです。それを見てくださいね。はい。じゃあ1番はこういうことね。では、1番というか2番ね。2番はこういうことです。はい。じゃああと3番いきまして。3番の1が 39.12 番が 16.35 3番が、23.716 4番が 0.0714はい、5番が、0.4018、はい、いいでしょうか。6番またね、やってみます。6番は0.6752、0.16を書きますね。右端揃えてくださいね。0.16じゃありませんね。小数点揃えるんじゃありません。掛け算は右端を揃えるね。6号30ね。3繰り上がって6、4、42だから45。4繰り上がって6、6、36だから36と4で40ね。次は簡単ですね。1ですからそのまま書けばいい。はい、イン5が5、イン7が7、イン6が6ね、6、7、5。はい。で、0はもうね、まあ、0×5 は0とかで書く人いますけど、まあ、書かなく、0は書いたってないんですからね、0なんです。書かなくていいです。はい。ということで、あとは左に何桁かね。1、2、3、4、5と。あ、先に書かなくていいです。先に、はい。こうなりまして、18、10、いいね。で、1、2、3、4、5ですから、1、2、3、4、5ということで、はい、ここに小数点打ちまして、あと、いりませんね。ということで、0.108ね。もう一回きちっと書けば、0.108。はい、いいでしょうか、6番。はい。じゃあ、宿題はここまでね。まあ、全部合ってるといいし、まあ、1問ミスぐらいね、収まっているといいと思います。はい。それではですね、文章題を31ページに戻ってやりたいと思います。はい。31ページね、前のページの31ページのステップ3、はい、開けてください。小数倍ね。問題値を書きますと、はい、赤ちゃんの体重ね。赤ちゃんの体重は、6.4kg で、アナさんの体重は5.5倍になります。になるとき、
アナさんの体重は何キロかと、そういうもんでね。はい、これもし、花さんの体重がその6倍だったらね、当然 6.4×6 しますね。今までそうしてきました。で、倍にする数が6でなくて 5.5 ならどうかといえば、はい、何の変わりもありません。小数の時も今までと同じようにね、今まで2倍3倍だったら ×2 ×3 してきたように、 5.5 倍なら ×5.5、 1.87 倍だったら ×1.87 をしてやればいい、まあ、それだけのことです。だから今回だったらやり方は、はい、6.4 の 5.5 倍ですから、 6.4×5.5 ね。で、筆算するだけね、 6.4 に 5.5 ですから、 5×4×20×6×30×32 ね、0、2、4、3、小数点が左に1個2個ね、左に1個2個と、で最後の0は消すということで、はい、あれ、ちょっと待って、5×20×6×30で、どうしよう、何して、3足す2を4に書いてますね、ごめんごめん、ボケとる、はい、35.2 ですね、はい、ということで 35.2 ですから、答え 35.2kg と、まあ、今まで整数をかけた時と同じようにやればいいということですね、はい、それは囲んでもらって5番をやってみてください。ではすぐ下の5番ね、動画を止めてやってみてください。やり終わったらまた続き見てください。はい、ではね、できたと思いますので、はい、今回はリボン、赤いリボンが 2.5m、 白いリボンはその 3.8 倍、白いリボンは何メートルかということなんで、はい、式としては 2.5×3.8 ですね、はい、2.5 に 3.8 をかけて、はい、8×5×10 で 8×2×16×20 ですね。で、3×5×15 を3×2×6で7、0、5、9で、小数点が左に1個、2個です。左に1個、2個ね、はい、ということで、はい、9.5 ですから、答え 9.5m と、はい、これでいいということでね、はい、いいでしょうか。はい、それではですね、今から32ページの大きい4番の、はい、括弧1から括弧4までを、はい、動画を止めてやってください。32ページ文章題ね、大きい4番の括弧1から括弧4、はい、動画を止めてノートにやり、やり終わったらまた動画を見てねください。はい、それでは、32ページね、大きい4番できたかと思います。では解説します。はい、まず4番の1、1メートルの重さが 57g のホースがある。このホース 3.2 メートルの重さは何グラムか、
はい、これ 3.2 メートルとあるからちょっとね、悩む人いるかもしれませんが、もし3メートルだったら当然57グラムが3回あるからね、かける3。3.2メートルなら 3.2 回分あるんですから、同じようにかけますから、57かける3.2、はい、これ182.4ね、が出ていればいい。182.4、グラムというね。はい、でしょうか。はい、じゃあ、あと2番です。火をつけると1分間に 0.4 センチずつ短くなっていくろうそくがある。火をつけてから6.5分後には元の長さより何センチ短くなりますか？ね。これただ短くなった長さを聞いてるだけね。初め何センチあって、それが何分後に、残り何センチになってますかじゃないんです。燃えた長さだけ聞いてるんだから、1分間に0.4センチ短くなるんなら、2分なら2倍の0.8ね。そう考えればいいんで、今回は2分ではなく6.5分ですから、6.5倍してやればいいだけね。だから 0.4×6.5 をしてやります。まあ暗算でもできてしまいますね。4×65 だったら4520、4624で260ですね。でも実際は小数点が1個2個ね。1個2個だから、2.6だなと分かりますので、2.6と。まあ計算してやれば、まあ、桁数多い方を上に書いて、ね、今のようにし、ちょうど今暗算でやったのと同じことね。4、5、20、4、6、20、4、26。で、左に1個、2個。左に1個、2個ね。ということで、2.6センチ。はい、燃えた長さは2.6センチ。じゃあ3番。はい、拓也さんの体重は36.5キロ。お兄さんは拓也くんの体重の1.2倍。お兄さんは何キロか。かけるだけね。36.5かける1.2。43.8ですね。これが出ていればいい。43.8キログラムです。よいしょか。はい、では次、4番です。はい、一辺の長さが 1.5 センチの正方形の面積ね。もし2センチ、2センチだったら2人が4でね、4平方センチとやるわけですから、小数になっても同じようにやればいいだけね。はい、だから 1.5 かける1.5ね。はい、520を51で行うね。インゴが5、21、5、122、小数点が左に1個、2個、左に1個、2個、ね、2.25。ということで、2.25を、今回センチだな、平方センチメートルと。でしょうか。大丈夫ですね。はい、それではですね、右のページね、少しやりましょう。右のページのですね、33ページの計算はですね、1番は9だけでいいです。今からやるのはね、今からやるのは1問ずつやってます。1番は括弧9だけ。2は括弧7だけやってもらいましょう。で、あとは3番は、はい、すべてね。すべてやってください。括弧1から括弧5までね。3番はすべてやる。はい。じゃあ、動画を止めて、33ページね。1番の9、2番の7、3番は全部ね。はい、やってみてください。
それではね、やれたと思いますので、回答をしていきたいと思います。まず、33ページの1番の括弧9ですね。6.34×9.03 に、皆さん、桁数が多い9.032を上に書いてくれましたか？掛け算どっち先にね、書いても答えは同じですからね、2つのか、まあ、3つ以上でも掛け算ばっかりだったらどの順番でやっても同じですから、9.032×6.34 と。なら、C2 が8。で、また0ですから、試算順位ね、そのまんま。まあ、試算順位で1繰り上がって、指令が0だからね。で、シグ36。ね。重ならないですからね。12、シ312とシグ36、そのまま書く。次も、32が6、サザンが9。で、今回は1桁ですから、30が0ね。ちゃんとやってくださいね。さっきはシ312、2桁あったから、こうです。今度は、サザンが9、1桁ですから、30が0、当然0を書かないといけません。で、3区27。で、ずらすのを忘れる人いるからね。また、3の時もここから書いたら合うわけないですから、その書けた数の真下から書いていってね。じゃあ次で、6に12。で、1繰り上がって6、3、18ですから、19ね。で、6、54となりまして、8、8。12、16、12、7、5ですね。で、今から小数点ね、小数点打っていきますが、左に1、2、3、4、5ですね。左に5桁。左に1、2、3、4、5桁。57.26288。57.26288。できたでしょうか？ じゃあ次です。今度は、7番。大丈夫ね。7番ですが、これもですね、0.279の方が、0じゃない桁数多いね。ということで、0、0.279を上に書きましょう。それに0.31書けますから、1ですから、そのままね。で、3区27、3七21、23、3二が6と2で8。計算自体はもうちょっとね、9、14、6、8。こうなりまして、あと小数点の位置ね、左に1、2、3、4、5ね、1、2、3、4、5ですから、ここから1、2、3、4までいけるが、5桁動かそうと思えば、自分で0を書くね。これで5ですね。1、2、3、4、5。で、小数点から始まる字はない、数はないので、自分でまた0を書くね。これだけ自分で書かないとね。ということで、正解。0.08649と、ね。0.08649。あったでしょうか？ あとは文章だよね。あとは文章題いきまして、では、33ページの3番の1。木の高さ2.6メートルを1と見ると、塀の高さは0.85に当たります。ね。ということは、要するに0.85倍ですよと言ってることになりますね。で、塀の高さは何メートルかという問題ですから、2.6に、0.85をかけてやればいい。2.6に0.85をかけます。
まあ、今回は別に0じゃない数に2桁同士なんでね、この順序でいい。はい、なる5、6、3、15、2、10、13、8、6、4、18、8、2、16で20と。0、11、2、2。小数点が1、2、3。小数点が1、2、3。はい。ということなので、はい、2.21 ね。答え、2.21m。こうなってればいい。じゃあ次です。はい、ではカッコ2です。はい、1kg800 円の鶏肉を 0.6kg 買って千円札を出しました。お釣りはいくらですか。はい、お釣りは出したお金から買った代金ね。今回は800円、1キロ800円の肉を 0.6 キロね。だから 800×0.6 を引いてやればいいので、1000引く、はい。これね、800×0.6 ね。80×6 と同じですね。この800は 80×10 ですから、先に 10×0.6 をやってやると6ですね。80×6、はい、結局480と。なりますので、はい、答え520ね。520円となっていればいいと。はい、あったでしょうか。はい、では、あと3番ですね。3番。和代さんの学校の5年生の花壇、縦 5.7 メートル、横 9.4 メートルね。はい、面積いくらかだから、縦かける横をするだけね。5.7 かける、9.4。5.7 に 9.4 をかけるだけ。ですから、4、7、28、4、5、20、22、9、7、63、9、5、4、15、51ですね。8、5、3、5と左に1個、2個、左に1個、2個、53.58。答え、53.58、メートルだからね、平方メートル。はい、合ってたかな。はい、じゃあ、あと2問。はい、4番です。4番は直方体の形をした水槽ね。水槽に今 7.4 センチの深さまで水が入っている、ね、7.4 センチの深さまで水が入っている。はい、すでに 7.4 センチ水が入っています。で、これに1デシリットル水を加えるごとに深さは 2.5 センチずつ増えている、ね。もし1デシリットル分水を入れますと、はい、2.5 センチね。2.5 センチ上がります。1デシリットル。1デシリットル水を入れてやると、1デシリットルごとに 2.5 センチ高くなるよと言われているので、はい、今回 4.6 デシリットルね、水を入れると、深さは何センチか、ね。はい、これ初めも 7.4 センチあるのを忘れないでくださいね。7.4 センチある深さに加えて1デシリットル入れるごとに 2.5 センチがね、1デシリットル、2デシリットル、3デシリットルと増えていく。はい、ということで、2.5 かける今回は、4.6 デシリットルね、4.6 と。
これを計算してやればいいので、2.5×4.6 ですから、ログを36、20、45、20、4、2が80、0511、左に2個、はい、11.5 増えますね。7.4+11.5 ということは、はい、18.9 ね、18.9 になりますので、はい、答え 18.9cm と、はい、18.9cm 出ていればいいです、はい、最初の深さを忘れないね。これに 2.5 ずつね、加わって、はい、じゃあ次です。はい、では5番ある数に 3.48 をかけるのを間違えて 3.48 を足したので答えが 8.23 になりました。この掛け算の正しい答えを求めなさい、はい、こんな風にある数にこうしたかったんだけどこうしたからこうなったという問題を見たらまずある数を出してください、ね。まあ、ある数をよく四角と とりあえず表してね、それで関係を見るね、はい、ある数を四角でもし表すと今回はですね本当にやりたかったのはこれに 3.48 かけたかったんだけど間違えて足したわけね。実際にやった計算が何かを考えてね、実際にやったのは足し算、ほんなら答えが 8.23 になったよって言うんだから、まずやるのはこれからこれを引くことね。ほんならある数が出ますから 8.23-3.48、はい、引き算の時には小数点揃えてくださいよ。掛け算は右端を揃えてたけど引き算は小数点ね揃えないといけない。13から8引いて5、1になってますね。1から4引けんから借りてきて11引く4で7で8、1貸してから7になってますね。7引く3で4 4.75、確かめ足してみればね13、12、8、いいなということで、はい、ある数 4.75、 ある数は 4.75 と分かりました、はい、正しい答えというのは足すんではなくてかけることですから、はい、4.75 に3.48 をかけてやったら正しい答えですから、はい、ここで計算ね。 4.75×3.48、 はい、8540、8756で606繰り上がって8323.8ですね。4520、7728で30、4416で19、はい、3515、3721で22、3412で14なりますので、0、0、13、15、6、1ということで、小数点左に1、2、3、4ですね。左に1、2、3、4。はい、0、2個いりませんので16.53。今回は数ですからそのまま答えね、答え 16.53、はい、でしょうか、はい、じゃこれでですね33ページが終わりました。でこの間プリント類を取りに来てもらった時、はい、四角6の単元、今終わった単元の、テストもね、単元テストも入れておきましたので、今日のね授業が終わった後単元テストをしておいてください。でこの次塾に来るときに、3456ね、4枚ちょっとありますけど4枚単元テストを出してくれたら嬉しいね、はい、いいでしょうかはい、それでは、もうちょっと時間あるので次のね小数の掛け算2に入っておきます。
34ページを開けてください。まずステップ1ね、ここは掛け算の答えについて見通しが立ちますよというね、そういうところね、積の対処。計算ちょっとね、考えたら分かるんですけど、例えば、2に1をかけたらね、2×1 は当然2です。1をかけたらかけられた数と同じ答えになりますね。こっちがかけられる数、こっちかける数ね、じゃあもし1よりも大きい 1.5 をかけてみたらどうなるか、2×1.5 は 2×15 が30で、1個小数点ね、左ですから3ですね。1より大きい 1.5 をかけたら2よりも大きい答えになりますね。で、1より小さい数をかけたらどうか、 0.5 をかけてみると 2×0.5 は1ですね。1より小さい数をかけると元の数、かけられた数よりも小さい答えになりますね。これを考えましょうと、まあ、ただそれだけですね。だから確認するのは、1をかけたら元の数と同じ数ね。1をかけると元の数と比べて変わりません。変わらない答えになるね。1より小さい数をかけると元の数、かけられた数よりも小さくなるね。1より小さい数をかけると小さくなるね。逆にですね、1より大きい数をかけると元の数、かけられた数よりも大きい数が答えになるね。はい、このことを考えてほしいだけですから、はい、そこね、問題。1リットルが 1.3 キログラムのソースがあるね。まあ、おたふくソースでも何でも、カープソースでもいいですけど。はい、1リットルが 1.3 キログラムの、ソースがあるとき、はい、もしソースがね、はい、1.5 リットルあったら、1.5 リットルの重さは 1.3 キログラムよりも重いか軽いか、ね、もう1リットルで 1.3 キログラムあるんだからね、1.5 リットルあったら 1.3 キログラムよりも当然重いよね。1.3 キログラムより、重いか軽いか、もう簡単すぎて困りますけど、重いか軽いかと言われたら当然ね、重いに決まってます。まあ、要するに 1.3 キロに 1.5 をかけるからね、1より大きい数かけるから重い。まあ、そういうことね。まあ、そんなこと考えなくてもね、1.3kg に当たる量よりも多いんだからね、当然重いと分かると思いますけど、さっきのこのこととの関係で言うと、はい、1リットルが 1.3kg の時 1.5 リットルあるんだからね、 1.3×1.5 をするからね、元の数よりも大きくなるので重いと。同じように2番、ソースが 0.7 リットルね、あるとき
0.7 リットルの重さは 1.3 キログラムよりも重いか軽いかと聞かれたら当然ですね。1リットルないと 1.3 キログラムね、ならないんですから、当然軽い。で、さっきの計算で、かける数がどんな数かで考えると、今回は1リットルが 1.3 キログラムだから、1.3×0.7 をすることになるね。ほんなら、1より小さい数をかけるんで、元の数よりも小さくなるね。だから軽いと。まあ、そう考えましょうということです。はい、いいでしょうか。ではですね、この説明を囲んどいてください。はい。それでは、はい、時間もちょうどいいぐらいなので、はい、今日の宿題は34ページの大きい1番、2番、3番ね。34ページの大きい1番、2番、3番をしておいてください。まあ割と簡単です。すぐできると思います。はい。じゃあ、この次、塾に来るときは漢字検定の申し込み書を必ずね、持っていてください。で、国語も算数も単元テストがたくさんね、やらないといけないのがありますので、それをこの次来るとき必ず出してください。はい、それでは4月30日木曜日の小学5年生算数の授業を終わります。